にちは、しもとです。今回はフェンダーマローダーのレビューです。非常に珍しい1本かなと。生産本数は、非常に少ないようです。見た感じは、ジャズマスとサイクロンをね足して割ったような感じというか、いかがでしょうか。ジャズマスに形似てますよね。このコントロール部分とかシンクロのブリッジはサイクロンっぽい感じ。非常に気になるギターだったので、千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。見た目の特徴はね、そんな感じなんですけれども、フロントのピックアップがジャズマスター。これでもね結構面白いなっていうところなんですけど、このリア見てください。シングルが3つ連なっております。トリプルバッカー、これはね気になりますよね。かなりねフェンダーの中でも異端児だと思います。早速ね生音いきましょう。スケールはね648、サイクロンね非常に似てますね。ジャズマスターとは生鳴りは全然違います。ストラトに近いんですかね。重量は 3.5 で、これボディ材がね琴というものらしくて、非常に珍しいですよね。バランス感はね非常にいいんじゃないかなと思います。で、3ウェイのピックアップセレクター。え、5ウェイだ。え、あ、5ウェイですね。これ5ウェイなのか。え、どうなってんだろう。あ、ちょっとこれは気になりますね。で、リアからいきます。このトリプルバッカーですね。クリーンで、お、あ、なんとブワーンっていう感じじゃなくて、結構きれいな、上品な。え、フロントいきましょうかね。おお、確かにね、ジャズマスっぽい。これはフロントの方がね重い。あ、フロントの方が軽い。これフロントで、こっちがリア。これ不思議な感じっすね。でも5ウェイということで1段。センター。この辺ハーフっぽいですね。で、これフロント。なんだろう。ここはハーフっぽい。単音でいきましょう。これリアです。不思議な感じですけど、これがフロント。パキパキなんで、なんかすごい違和感が。このフロント寄りのここのミックスめちゃめちゃいいっすね。ちょっと歪ませてみましょうかね。これトリプルバッカーって歪ませたらやっぱパワーすごいもん。あ、でもね、割と自然。なんか特別こう重いっていう感じでも。まろやかですね、フロント。
マスともね若干違うフロントだな。ちょっとジャズマス鳴らしてみましょうかね。こっちの方がねうるさいですよね。どっちかというとマロダの方がまろやかな感じ、ちょっと雰囲気はねマロダの方があるんじゃないですかね。じゃあハーフで買ってね、ちょっと変わり者なギターマロダをご紹介させていただきました。サイクロンともねまた違うんですよね。まあフェンダーとしてもね似たようなギターを出してもしょうがないと思うんで、まあいろいろと仕様を変えながら行き着いた先がこれだったと。ただあんまり需要がなくて生産本数が少ないけれども、この異端児はなかなか使えるよというところで一定のファン層はいるんじゃないかというところですね。ぜひぜひ千葉管楽器お越しの際は試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。